そんな篠塚の絶妙サーブを武井壮が体験。でも嬉しいね、篠塚選手のサーブを受けれるなんて。さあ来い。全然わかんない。大さん、こっちです。全然わかんない。大こっちです。本当にわからないんですよ。長いの来た、びっくりした。僕と似たようなリアクションになってましたね。うわーつわーってなっちゃうのね。いやもうこう行こうと思ってたからさ。シンプル下回転出してもらっていいですか。はい、おー、おー、重っ。のしってくるね。キレがありますね、やっぱり、ね。でこれが、まあ、どこに来るかが分かってたら比較的取りやすいサーブなんですよ、はい、シンプルなんで、はい、それが一歩遅れるだけでものすごい回転の影響を受けちゃうんで厄介なんですよ、このサーブ。これちょっと下がっちゃうともうやばい感じになっちゃう。ボテって落ちるか、はい、ちょっと面が上に行くとすごく上に上がっちゃうか。